絞らなきゃいけないのかなって思ったんですけど、やっぱりせっかく与えてもらったチャンスなので、どっちも頑張りたいです。たまたまちょっとですね、ずれたらよかったですね。そうなんですよ、ちょっと時期的にもう結構ドンピシャな感じで、はい、すいません。そういうのもちょっとあれですよね。はい、苦しい、すいません、はい、そうですね、はい。すごい朝早くから収録みたいな。あ、日によると思います。すごい早い日は本当に、はい、家が結構遠いんですけど、はい、7時、6時半入りとかだったので、始発だったんですけど、でしかももう全部メイクとかも完了してからっていうことだったので、結構その日は。その前の日もなんかイベントをやってたので、はい、その前の日も早くて、まあそう、6時とかまで早くなかったんですけど、はい、早くて9時入りとかで夜までやってみたいな感じだったので、ちょっとその日はさすがに風邪ひいちゃいましたって感じ。青春って感じですよね。青春ですか。青春ですか。ちょっと初めて、あ、そうですか。でも自分をこう、はい、奮い立たせてやってる。あ、でも結構確かに大変なんですけど、本当に毎日充実してて、今私グラビアを始めたのが、2月からなんで、ちょうど、はい、2ヶ月ぐらいなんですけど、前までのなんか私が見たら本当にびっくりしちゃうような、う素敵な毎日を送ってます。青春です。グラビアやる前は、はい、やられてたんですか。あ、実は読者モデルをやってて、あとは普通に歯科医の受付のバイトを今もやってるんですけど、はい、やってました。歯科医なんか処方箋とか渡してくれる。あ、受付ですね。受付なので、お薬も出すんですけど、処方箋とかじゃなくて、その場でなんか種類が痛み止めと蚊の止めぐらいしかないので、はい、っていう感じですね。あんまり処方箋とかはあんまり、結構ずっと5年間ぐらい働いてるんですけど、1回処方箋出すことあったかなぐらいの感じです。そんな感じなんですか。はい、関係ない話でしたけど。いやいや、すいません。そんな感じでした。やりつつ、クラビアやってみようって、はい、こっちの方がちょっとチャンスあるかも。あ、グラビアの方がです、はい、そうですね、なんかやりたいことが、最初読者モデルは結構なんかなし崩し的に始めたというか、はい、なんかスカウトされて始めたんですけど、グラビアの方は自分からやりたいなと思って、はい、本当は演技もやりたいんですけど、その読者モデルとそれが結びつかなかったので、なんかチャンスとしてできたと思って、はい。じゃあ、はい、1ヶ月、じゃあ2、3、4で3ヶ月ですか。そうですね、ちょうどもう本当に初仕事です。あ、クラブタが。そう、どうでした、撮影会とか。はい、初めてですもんね。じゃあ、そうですね、本当の初めては違ったんですけど、うん、もうでもまだ経験の浅いうちで、撮影会3回目ぐらいで、黒豚の撮影会1回目みたいな感じだったので、緊張してました。なんかもう、はい、他の女の子も見えるじゃないですか。あの子すごい人気だなとか思っちゃうと、泣きそうになっちゃって。そうですね。はい、はい、でも結構メンタル面で鍛えられたと思います。ちょっともしかりですけど、ファンの人をこう増やすためにやってきたこととかありますか。はいはい、そうですね、なんかやっぱり今まで読者モデルだったので、そのファンの方っていうのを見たことがなかったんです。
ですよ。あ、そうか、そうですね、接点がなかったので、イベントとかもなかったので、まあ、雑誌とかで見たよみたいな感じのコメントをいただくこととかはあったんですけど、そういう感じだったので、ずっとそういうファンの人と なんて言ったらいいのか、触れ合ってみたいじゃないんですけど、お話とかしてみたいっていうのを思ってたので、あの本当にファンの方はあの感謝の気持ちを持って接するようにしてます。いや本当にありがたいです。なんか応援してくれるっていうのがすごく励みになってるし、恩返しもしたいなと思って、たまにお菓子とか手紙とか賄賂的な感じね、ないですけど、本当に感謝してるので、ちょっとでも伝えられたらなって思ってます。はい。じゃあチャットとかは初めてでした、ね。はい、あ、チャットは本当に、はい、歌の1回目のチャットは本当に初めてで、もうなんか台本をしか読んでなかったので、はい、なんかずっと多分下向いてたんですよ、はい、でそれをあのファンの方に言ってもらって、はい、あ、ここじゃなくてここ見るんだみたいなところから始めて、はい、あと一番最初にすっごい失敗しちゃったのが、あの、はい、モストなんとかユーザーのコーナーあるじゃないですか、はい、応援してもらうコーナーが、はい、あの説明を飛ばしてしまって、でなんか、あ、もやボタン、まあ一回押したけどみたいな確かに感じでした。そうなんです。なんかもう、はあ、やってしまったと思って反省して、もうややこしいですからね。なんかちょっと意味わかんない人わかんないですもんね。なんか初めてだったら、あ、そうですよね。なんか初めて今日も来てくれるみたいな方もいたんで、ちゃんと初めてだけどって言われて、ちゃんとサポートできるかなと思って、なんですけど、成功者名でするだけかと思ったら、はい、急になんか急に、なんかよくわかんないの出てきたみたいな。そうですね、そこはいろんなコーナーがあって楽しませてもらって、すいません、なんでなんでという感じです、はい、ちょっとだけちょっと、はい、出てください。いや、もちろんです。こちらこそお願いします。お願いします。いや、すごいやっぱり思い出があるので、初仕事というだけあって、絶対に乗りたいです。はい、じゃあ、はい、まあ、意気込みをファンの人にも、はい、また自分自身にもやるぞっていう宣言的なことをちょっと言っていただきたいです。あ、分かりました、はい、先ほども言ったんですけど、これこの黒豚ガールが最初の、チャンスをいただいたお仕事なので、絶対にグランプリになりたいです。あと黒豚ガール自体も今回初めてなので、まあ、初代黒豚ガールとしてちょっともう頑張りたいですね。根本先の名前が出てくれると嬉しいです。はい、頑張ります。